ラオスのビエンチャン到着いたしました。到着した時、到着した日はですね、だいたい40度ぐらいあったんですけど、今日はちょっと風が吹いて涼しい感じですね。ちょっとカメラを反対してみます。昨日ちょうど、ラオス武道センターで、空手の指導をしてきたんですけど、土曜日と日曜日で、今日月曜日です。昨年ベトナムに行ったんですけど、ベトナムよりはなんですかね、客引きの数やぼったくりっていうんですか、トゥクトゥクとかバイクタクシーとか、まあお店もそうですけど、ぼったくりのに合うエンカウント率は、はるかに、ラオスの方が低いように思いますね。これからちょっと現金がなくなったので、銀行の方に行って現金を、現金をね、現金に変えてみようと思います。日本円から。物価はね、非常に安いです。例えば日本だったらミネラルウォーターが例えば大きいやつで120円とか30円とか自動販売機ですると思うんですけど、だいたい50円とか60円ぐらいな金額ですね。で、街は比較的安全ですね。で、見てもらったら分かるんですけど、ベトナムに比べたらバイクの量も全然少ないし、交通の量も全然少ないです。もっとなんていうんですかね、人が少ないような感じです。銀行前の、信号に着きました。これね、実は信号待ってたら絶対変わらないので、もう強引に行きます。おちわ、バイクがいます。向こうに見えるのが凱旋門ですね。以前なんだっけ、フランスが統治してたのかな。フランスが統治してたから、凱旋門がね、フランスの統治してたという象徴みたいな。あ、今行きますね。行きます。銀行に着きました。これから日本円を ラオスのお金に変えてみようと思います。銀行から帰ってきました。これからちょっとベンチャミンの一番古いショッピングモールっていうのを昨日教えてもらったので、そこにちょっと行ってみてみようと思います。その奥、ちょっと少し離れたところに日本でいうイオンみたいなショッピングモールがあるらしいので、新しいショッピングモールが。でラオスもね、だんだん発展してきてるみたいで、その辺もちょっと見てみようかな。本当に暑いです。ラオスに来る前ちょっと知らなかったんですけど、4月が一番暑い夏みたいですね。昨年ベトナムに行った時、7月ぐらい行ったんですけど、ものすごい暑かったので、今回はちょっと4月ぐらいに行こうかなと思って4月に来たんですけど、4月が一番暑い。
らしいです。ホテルからだいたい10分ぐらい歩いてビエンチャンの一番古いトッピングもマーケットに来ます。ちょっと奥に行ったところに屋台みたいなのがいっぱいあるんですけど、現地の空手の先生が日本人はすぐお腹を下すので、生物特に屋台は衛生面がすごい悪いんで、ハエとかすごいたかってるし、手でベタベタ触ってますから、衛生面が悪いから日本人はね、最初感染症になったりお腹を下したりするので、なるべく大きいちゃんとしたレストランで食べる方がいいらしいですね。現地の人は免疫があるので大丈夫らしいんですけど、やばい、ちょっとバッテリーが切れてきた。こういうふうに現地 のフルーツとか売ってますけど、これはね生物なのでね食べません。ショッピングモールです。いろんなものがありますね。ここはちょっと昨日来たんですけど、なんか独特の匂いがしますね。いかにも東南アジアといったような匂いが、日本で言うと何やろうな。説明が難しい。お店の人がよくベトナムもそうだけど、座ってスマホをじってる人が多いですね。働く気あるんかっていう。ちょっと地下に行ってみる。外は非常に暑いんですよ。今多分37度ぐらいですね。昨日は40度超えてましたね。ショッピングモールは涼しくてすごい。歩き回るのもショッピングモールだけですね。ここはエアコンが効いてますね。散髪髪切ってみようかな。散髪してきました。シャンプーとカットで、肩の方のマッサージと首のマッサージをしてもらって、だいたい日本円で、237円でした。めちゃくちゃ安いですね。ちょっとカメラを切り替えます。お坊さんがいますね。ラオスでは男の人はみんな必ず結婚前に出家をするそうですね。あ、ここにテープが売ってあるな。どれぐらいの時間ですか。1週間だったかな。1週間結婚、男性だけは日本じゃないわ、ラオスの男性は結婚前に1週間ぐらい出家、お坊さんの修行をするらしいです。ちょっとバッテリーが切れてきたな。食料品は少ないですね。服とかお土産物かな。いや、でもベトナムに比べると断然
あのなんで買って買って感があんまりないですね。ベトナムだったらだいたいね、あの呼び込みというか呼び込みの勢いがすごい、お土産屋さんとか行ったらすごいんですけど、ぼったくりもすごいですけどね、値をものすごい開けて、あのお金の交渉しなきゃいけない、まあ、こっちもお金の交渉するんですけど、ディスカウントとか言って、だいたいアジアは基本的にあの、ね、値下げ交渉をね、あの買い物するとき、まあ、美容院では しなかったですけど、まあ、ちゃんとあの現地の人と同じ金額を、あの値段表があるんで、あの現地の人と同じ金額をあの請求してくれるのしてくれるんで、まあ、病院もぼったくりとかやってなかったですね。こういう服屋さんとかだと多分ね、値札がついてないんじゃないかな。値札がついとんか、値札がついてない場合は多分金額をあのちょっと高めに言われることがあるから、あの交渉した方がいいですね。